まちづくりを考えるイベントが津久見市で開かれ、大学生たちが駅周辺の新しい活用法を考えました。まちづくりについて学べる環境を学生に提供しようというイベントで、全国の大学生ら30人が参加しました。これまで長崎や熊本など九州各地で開催されていて、今年は駅前通りの整備や新庁舎の建設が進められている津久見市が選ばれました。今回のテーマは多世代の居場所となる駅前広場のデザインで、学生が3泊4日の日程で地域に密着し、日頃駅を利用している津久見高校の生徒と一緒に土地の課題や新たな活用法について意見を出し合いました。地域の人たちがみんなで集まりながら一緒に街づくりをしていけるような環境づくりっていうのがやっぱ必要かなと思います。人口がどんどん減っていくような自治体なので、駅前から新庁舎、津久見公園ですかね、そこを一体的に考えていくっていうことが、この町全体の面的な広がりとして、にぎわい創出において必要なことかなというふうに思ってます。参加した学生は今回学んだことを空間デザインの専門家や建築家などに発表する予定で、津久見市はいいアイデアが駅前の整備計画に取り入れることも検討したいと話しています。